まだ見つかっていない。必ずいるはずだ。探すぞ。おのれ、下民の分際で我が屋敷を襲撃するとは身の程知らずだ。お父様、私も戦います。お願いします、お父様。ダメだ。お父様、何を。あちら。お父様、これは。賊め、私をフレーゼと知ってのことか。何？バカな、下民にこんな魔力が。貴様、ミネス、まさか他の連中も。平民上がりが出しゃばりすぎたな。貴様のような奴が力を得るとろくなことにはならない。何？この国に忠誠を誓った私を侮辱するか。王はこのことを。忠誠を疑うか。己、こいつ。すべての人々が魔法を使えるこの世界。これは魔法がすべてのこの世界で、生まれつき全く魔法を使えないアスタという少年の物語。魔法が全く使えないにもかかわらず、クローバー王国魔法騎士団黒の暴牛に入団したアスタは、仲間たちと共に数々の強敵に立ち向かう。戦場では弱い奴が効き、そんな奴が存在する価値。俺はそんなお前を壊す。そうかよ。じゃあ俺を壊してみろ。そのつもりだ。諦めた。あんた、いつ承知しなかった。そんなバカ。うわー、行け。まだ戦える。まだ戦える。そんなバカ。しまけた。そんなバカ。しまけた。これが私の実力よ。お前はまだ戦える。消えろ、石ころ。石ころは石ころでも俺はダイヤモンドを砕く石ころだ。仲間と力を合わせ、
マルスとの戦いに勝利したアスタ。その後も幾度となく訪れる危機を仲間に支えられながら乗り越えていく。そしてヤミさん。まだつかないんですか。うるせえな。てめえが空間魔法を使えれば歩かないで済むんだよ。無理ですよ、ここ初めてですもん。だったら黙ってろ。せめて飛んでいけばいいのに。すんません、俺飛べないっす。私もよ。何度も言わせないで。少しは申し訳なさそうにしてよ。てめえが俺たち全員乗せて飛ぶか。ヤミさんは自分で飛べるでしょ。この俺に飛ぶってのか、飛ばされてのか、てめえ。いや俺別に変なこと言ってないでしょ。それにしてもこんな場所にもダンジョンがあるのね。ここがどこか知ってるのか。フレーゼ丘陵でしょ。フレーゼ丘陵。丘陵って。丘陵っていうのは昔は領地にしてた土地ってことよ。この辺りは昔フレーゼ教という貴族が治めてたんだよ。フレーゼ教。先見のフレーゼと呼ばれた貴族さ。未来を見通す力を持っていたらしい。戦いにおいては敵の動きを先読みし、商売においては相場の動きを先読みし、弱小貴族だったフレーゼ家を一代でものすごく大きくしたのさ。へえ、すごい人だったんすね。でも確か30年くらい前に盗賊団に襲われて一族みんな亡くなったとか。無情だよね。でもおかしくないっすか。何が。未来がわかるのに盗賊に襲われることがわからなかったのかなって。ああ、当時もそういった話はあったみたいだ。でも結局一族みんないなくなって真実は闇の中さ。未来を正確に見通すなんてせいぜいよく当たる占い程度だったんじゃないかしら。おしゃべりはそんくらいにしろ。着いたぞ。ダンジョンっていう割にあまりマナを感じないわね。ダンジョンの中でもかなり古いもんだ。時間が経って枯れちまってるんだ。だが生きてるトラップ魔法なんかもある。ボケっとしてたらやられるぞ。闇団長はここ来たことあるんすか。昔ちょっとな。じゃ、ちょっくら見てくるわ。うわ、また出た。ヤミさん。そいつらの相手よろしくな。俺は邪魔
にならないように隠れてるから頼んだぞ。頼りにならないわね。了解っす。どうだ、魔力なしの一撃は。よっしゃ。どうだ、魔力なし俺は負けない。その調子よ。明日サポートは私に任せて、どんどんやっちゃいなさい。俺は負けない。なしの一撃はやったぜ。その調子を明日サポートに任せて。俺は負けない。俺は負けない。ザラいけ。どうだ、魔力なしの一撃は。よっしゃ、海竜の巣。魔力なしの一撃は。みんなを守る海竜の巣。諦めないのが俺の魔法だ。俺は負けない。やったぜ。その調子よ。明日サポートは私に任せて、どんどんやっちゃいなさい。任せろ。どうだノエル。まあまあね。どうだ、魔力なしの一撃は。いける。どうだ、魔力なしの一撃は。よっしゃ。よっしゃ、片付いたぞ。やあ、お疲れ。二人とも後輩置いて隠れるってどういうつもりなの。俺は戦いは専門外なの。闇団長、こっち片付きましたよ。ん、聞こえてないのかな。団長、入りますよ。闇団長、大丈夫ですか。返事くらいしなさいよ。ちょっと、あれ、闇団長じゃない。あ、起きた。てめえら何者だ。落ち着け。俺たちは魔法騎士団だ。俺はアスタ、お前は。なんだよ、この辺りでまだ俺を知らねえ奴がいんのか。俺は闇、闇スケヒロだ。どういうこと。団長と同じ名前よ。俺に聞かれても。まさか何か変なトラップ魔法に引っかかって。じゃああれ、闇団長なのか。俺たちのことわからないみたいだぞ。記憶も一緒に若返ったのかも。なあおい、そこのチビ。なんでしょう。ここにもう一人カルナって女がいたよな。え、いや見てないっすけど。ああ、てめえふかしてんじゃねえぞ。身長半分にされてえか。本当です、ヤミさんしかいなかったっす。怖え。若いのにむしろ怖え。そっか、じゃあいいわ。ちょ、どこ行くんすか。その女を探す。いやいや、先に医者でしょ。アスタ、団長を止めるわよ。お、団長、俺たちと帰りましょう。何のためだ、やんのか。ちょ、俺はやんないよ。援護するわ、マスター。いいぜ、力ずくも嫌いじゃねえしな。
これほどけ、ぶっ殺すぞ。つえー、二人がかりでやっとかよ。やっぱり団長なのかしら、この若さでこれだけ強いんだし。ねえ、本当に連れて帰るの？このガキがヤミさんだってのか、こら！あの状況からしてそうとしか。こんなクソガキがあのヤミさんだと！取り押さえて連れてくるだけで俺たち死にそうになったんすよ。え、そんなに強いの？ねえ、僕ともやらない？ねえ坊や、嘘つかない方がいいわよ。酒くせえな、離れろ。おい、トサカ野郎、さっきから聞いてりゃてめえ喧嘩売ってんのか。お前こそヤミさんと語りやがって、ただで済むと思ってんのか。ねえ、やろうよ。ちょっと、皆さん落ち着きましょうよ。おい、チビ、これほどけ。なんだかわかんねえな。売られた喧嘩だ、買ってやる。ジョータ勝ったらヤミさんだと認めてやる。表に出ろよ。よし、やるぞ。面白くなりそう。ああ、行っちゃった。ゴーシュは行かないの？マリーの写真を見るので忙しい。チャーミーは？おかわりだ。ふしゅー、いいか、ルールは錦模擬戦闘だ。フィールドに置かれた自分らのクリスタルキャリアを先に目的地まで持っていく、または最終的に相手より目的地に近づけた方が勝ちだ。分かったか。何でもいいぜ、トサカヤンキー。負けないぞ。しょうがないわね、味方してあげるわよ。じゃあ私はマグナの方に入るわね。何でそんなくだり。魔力なしの一撃は俺は負けない。俺たちを支える。よっしゃー。私がみんなを守るわ。行ける！まだ戦える！
これはもうどうだ。魔力なしの一撃は俺は負けない。勝たないと防御魔法かかるわ。行くわよ。行くわよ。海流の方向、諦めないのが俺の魔法だ。そこだ。まだだ。やっとね。もっとやろうよ。俺の勝ちだ。思い知ったか、トサカ野郎。くぅ、仕方ねえ。てめえがヤミさんだってことは信じてやるぜ。それなんだがよ、お前ら俺のことを知ってるのか。どこかで会ったことあったか。あと、さん付けとか団長ってのは一体何なんだ。ああ、それは。トラップ魔法で若返りだと。確かに、あん時は意識飛んじまってたから、俺には何が起きたのか分かんねえけど、お前らの言うことが本当なのかもしれねえが、若返り。28歳。俺は本当にそんなジジイなのか。じゃあお前らに会う直前、カルナといたこの記憶は、まあいいか。それが嘘でも本当でも、俺が俺であることに変わりはねえ。さすがヤミさんだ。こんなことでもうろたえねえでっけえ人だ。あとお前ら団長とかさん付けとか気持ち悪いから普通に呼べ。え、いいんすか。あ、いや、いいのか。俺は14だぞ。ほとんど年変わらねえだろ。俺より年下。マジかよ。呼び捨てなんてとんでもねえ。俺は今まで通り呼ばせてもらいます。またやろうよ、ヤミ。若い団長も可愛くていいわね。アスタの方が…って、何考えてるのよ、私。俺のことは、フィンラルさんでいいよ。てめえはダメだ。なんで？この本にも参考になるようなことは書かれてないわね。若返りや不老不死についての文献はたくさんあるけど、どれも伝説の域を出ないものばかりね。なあ、これなんて読むんだ。玉手ボックスよ。何読んでるのよ。土産に持たされた玉手ボックスを開けると白い煙が吹き出し、煙が晴れると彼はなんと白髪の老人に。あんた、これ子供用の昔話じゃないの。もういいって。そのうち元に戻るだろう。いいから俺たちに任せとけって。なんでそんなに頑張るんだ。俺のことだろ。だからだろ。誰か来たぞ。早く闇を奥に。って何してんだ、闇。誰だ。押し売りならぶっ飛ばすぞ。久しぶりだな、アスタ、ノエル。ごきげんよう、アスタさん。久しぶり。おお、久しぶり。闇を見られた。何か用かしら。なんでこんな時に。おい、アスタ、なんだこいつら。金色の夜明けっていう俺たち黒の防御とは別の騎士団員だ。このメガネの先輩がクラウス。よろしくな、メガウス。適当に省略するな、クラウスだ。こっちの女の子がミモザ、ノエルの親戚だ。ごきげんよう。で、このいつもボサッとしてんのがユノ。俺の幼馴染でライバルだ。
アスタだっていつもダサッとしてる。ダサッとしてるってなんだよ。ライバルね。見た目じゃ勝負になってねえぞアスタ。うるさいよアスタ。その男、見かけない顔だが何者だ。え、誰。そのうちの団長です。なんだと。先日とある事情によりこのような姿になってしまいました。まあ、団長が若返るなんて、いつにも増して意味不明で楽しそうですね。楽しくなんかないわよ。今日は新しい任務を賜ってな。また黒の暴牛と合同ということになった。アスタ、ノエ、お前たちを連れて行こうと立ち寄ったのだが、まさか団長がこんなありさまでまともに魔法騎士団の活動ができるものか。任務には我々だけで行く。このことは上に報告するからな。ちょっ、待ちやがれ。なんだ。黙って聞いてりゃ、メガネ、これメガネ。俺の体はどこもおかしくねえんだよ。てめえよりよっぽどまともに働けるぜ。面白い。ならば実戦形式といこう。一式模擬戦闘訓練だ。クラウス先輩。止めるな、ユノ。こいつら黒の暴人。我ら金色の夜明けとの格の違いを教えてやる。メガネの言う通りだぜ、スカシ君。格の違いを教えてやる。クラウス先輩、本気を出します。ユノさんに飛び火しましたわ。一式模擬戦闘は拠点制圧だ。今回は宝物庫の扉を拠点と設定する。相手を拠点から排除し、一定時間拠点を維持した団が勝利となる。面白い。勝負だ。おお、ユナ、やる気すぎだろ。お手柔らかにお願いしますね。なんでこんなことに。歩け。任せろ。どうだ、闇。次は俺の番だな。俺は負けない。よっしゃ。その調子はさ、サポートは私。まだ戦える。どんどんやっちゃいなさい。引っかかりました。借りを返す。これで効くわ。私がみんなを守るわ。これで。時空の仕上げみ、変熱を取り戻すぞ。ここがいいです。今よ。任せろ。包丁の外壁形成。お願い。そんなに。諦めないのが俺の魔法だ。みんなを守るわ。やったぜ。まだだ。お前の負けだ。行くぜ。シルクの息吹。引くわけにはいかん。行ける。殲滅を開始します。さらに行きましょう。奴らを蹂躙する。超人展開。まだ戦える。もう大丈夫。めちゃめ。お前
かねえぜ。まだ戦える。任せろ。どうだ、ボエル。まあまあね。まだ戦える。見たか、メガネ。俺の勝ちだ。よし、みんな宝物庫に入るぞ。何無視してんだてめえ。こりゃすげえ宝の山じゃねえか。勝手に持っていくなよ。これらは全て王国の財産だからな。おいメガネ、お前もうちょっと肩の力抜けよ。ハゲるぞ。やかましい。皆さん、これは封印されているな。中身の巻物にはどんな魔法が。これどうしたらいいんだ。どこかに封印を解除する仕掛けがあるかもしれん。手分けして探そう。いちいちめんどくせえな。ぶった切っちまえばいいだろ。何してんだ。危ねえとこだったな。なんてことをしてくれたのだ。任務の最後にとんでもないことを。うん、次は気をつけるわ。次などあるか。帰ったら上に報告するからな。帰るぞユノ、今だ。あ、待ってください。ではアスタさん、またいずれ。それとヤミさん、あまりクラウスさんをいじめないでください。ハゲてしまいます。じゃあな、アスタ。おう。おい、スカシ、ユノって言ったか。なかなか楽しかったぜ。次は手加減しない。お前本気出すって言ってたろ。貴族たちへの復讐だ。私の邪魔をするな。Hey!
間もなくだ。間もなく現れる百年に一度の赤い月が王都を滅ぼし、我が恨みを晴らす。ちくしょう、逃げられた。カルナ。ヤミ、あなたあいつのこと見てすぐにカルナって呼んだわよね。ああ、あれはカルナだ。で、俺たちと最初に会った時に言ってたやつか。そうだ。お前たちに会う直前に俺はあいつを追ってあの男女に行ったんだ。どう考えてもおかしい。闇がカルナと一緒にいたのは、団長が28歳なんだから14年も前のことよ。ねえ闇、カルナはその時何歳だったの？確か18だ。闇が知ってるカルナとさっきのカルナ、見た目に年を取ってるように見えた。いや、全く変わってないように見えたな。闇と同じように若返ったとか？そんな偶然あるのかしら。やあ君たち、族撃退よくやってくれたね。魔法帝、お疲れ様っす。このさん誰？君は闇？闇かい？あの魔法帝、実はダンジョンの奥で若返り。いやー、でも昔を思い出すよ、その姿懐かしいね。おっさんも俺のこと知ってるのか？そうだね、もうすぐ会うことになるんじゃないかな。と、そうだ、君たちに声をかけた本当の用事を忘れていた。今回王都に族が侵入したことで、しばらく騎士団で守りを固めることにした。だが当然族を捕らえることも考えなくちゃならない。そこで君たちに族の追跡を任せたいんだ。闇、君はそのカルナという人物と縁があるようだしね、引き受けてくれるかな？もちろんすよ。よかった。何か分かったら報告してくれたまえ。はいっす。はい。カルナ・フレーゼ、30年前に途絶えたフレーゼ家の一人娘で、当時の年齢は18歳。記録によればすでに個人となっている。じゃあこの間王都で暴れたあいつとは別人ってことっすか？まあ普通に考えればそうだよね。なはずはねえ。あれはどう見てもカルナだった。そもそも30年前に死んでんなら俺があいつと会うわけねえだろ。14年前に会ってるってことだもんね。それなんだけどね、カルナ・フレーゼの死亡届は14年前に出されてる。30年前に途絶えた家の人間がなんで14年前に死んだことになってるのよ。間の16年はどうなってるの？それはわからないな。何がなんだかさっぱりわかんねえ。お墓の場所もわかってるけど行ってみるかい？ああ、教えてくれ。左がフレーゼ夫人、真ん中がフレーゼ卿。多分この簡単な墓標がカルナのものね。夫人は40年前に亡くなってるわ。でも偶然だね。こないだ行ったダンジョンから目と鼻の先なんだから。おかげで今日はほとんど歩かずに済んだよ。なあヤミ、お前とカルナって人はどういう関係なんだ？あいつと会ったのはそんなに昔じゃない。つっても俺にとってってことだが、俺はもともとこの国の人間じゃなくてな、ある時クローバー王国に流れてきた。居場所もねえし、
あちこちフラフラしながら強え奴に喧嘩ふっかけたりして腕を磨いてたのさ。そしたら俺に負けた野郎どもがなんか勝手についてきちまってな。俺は俺でもう最近全然負けることもなくて、フラフラすんのもちっと飽きたから、そのついてきた連中としばらく一緒にいたんだよ。その日も食うもの取って帰る途中でな、割といい服着た女が行き倒れてたんだ。気ぃついたか？ここは？俺らの家。このホラー穴が？家の定義について話し合うつもりはねえよ。お前、なんであんな場所にいた？行くところがなくて。家は？なかった。そうか。おてめえら、新入りだ！またかよ兄貴。しょうがねえな。え？そうしてカルノは俺たちと一緒にいることになった。最初は大変だったぜ。やれこんなものは食えないだの、地面で寝られないだの。まあでもしばらくしたら俺らと同じものを普通に食うようになったな。カエルとか。話がちょっとずれたな。そっからしばらくしたある日の夜、俺たちはとある貴族の屋敷に忍び込んだ。ここだな、その腐れ貴族の屋敷ってのは。ああ、あくどい商売でかなり溜め込んでるって話だぜ。ねえ、本当にやるの？悪毒稼いだ金を少し返してもらうだけさ。これは俺たち貧乏人の当然の権利。別にてめえらが払った金じゃねえだろ。ここ外れか。そっちはどうだカルナ。どうしてカルナ、どうしてこんなところにこの首飾りが。おい、どこ行くんだカルナ。あいつは急に様子がおかしくなった。そして向かった先には屋敷の主がいた。久しいなミネス。誰だ？この姿ではわからぬな。この魔道具はどうだ？貴様が奪ったものだ。まさかバカなフレーゼなのか？お前はあの時死んだ。死んださ。そして私を殺した貴様たちに復讐に戻った。何してんだ、やめろ。誰だあれ、賊だ。忘れるなよ、我が恨みを。カルナ。カルナを追って俺はお前らと出会ったダンジョンにたどり着いた。カルナに追いついて、それから、ダメだ。お前たちに会う直前に何があったか思い出せねえ。すまない、緊急事態だ。王国が管理している各地のダンジョンやゴーマ地帯に白夜の魔眼が襲撃してきた。すでに他の騎士団員も対応している。君たちもカルナの件は一旦中断して対応してほしい。以上。よし、俺たちも行こう。ええ。俺はこのままカルナを探す。ちょっと。その白夜ってのは俺には関係ない。カルナの居場所に心当たりあんのか？ない。が手当たり次第探す。わかった、この通信魔道具を持ってけ。何かあったら呼べ、すぐに助けに行くから。なんでだ、俺は俺の都合を優先してんだぞ。仲間がそうしたいって言うなら俺はそれを応援する。俺も仲間のみんなにいっつも応援してもらってるからな。
おう、アスターロエコ、早かったな。悪いわね、わざわざ来てもらって。普通に礼くらい言えねえのかよ、まったく。まあ、お前ら新人コンビだけじゃ頼りねえしな。俺を呼んだのはいい判断だぜ。さあ、覚悟はいいか、てめえら。くせ。はいっす。お前らが来る前に少し様子を伺ったが、こないだの大手の話だ。ここで一人大手の魔導士だが、どうやら操られてやがるぜ。なら、魔導士の人たちを正気に戻しましょう。俺は負けない。まだ戦える。俺は負けない。任せてください。俺は負けない。任せてください。どうすか、マグナ先輩。やるじゃねえか、アスター。まだ戦える。覚悟はいつ立てるか、ボケ。よっしゃ。まだ戦える。これが私の実力よ。義理などない。諦めないのが俺の魔法だ。そこだ。まだだ。消えろ。お前の負けだ。してやりたい。でも私にはすることがある。なんだあいつ、何したんだ。ねえ、なんか地面揺れてない？この辺りのマナが不安定になってる。
マグナ先輩、ここには王国の魔導士はいないんすか？いや、ここにも結構な数が配備されてたはずだ。全然見当たらないわよ。ちっ、嫌な予感がするぜ。おお、また自ら死を選ぶ愚か者か。誰だ？先ほどの連中は歯ごたえがなさすぎた。今度は我を楽しませてくれよ。見つかんねえ。当てもなく探したが、やっぱ当てはねえし、アスタと合流すっかな。仲間がそうしたいって言うなら、俺はそれを応援する。俺も仲間のみんなにいっつも応援してもらってるからな。こんなもん飯食って寝てりゃ治んだよ。そんなわけないでしょ。なんでいつも一人だけで戦うの？弱っちいてめえらを守るのは強い俺の役目だからな。何それ。何かありゃてめえら全員この俺が守ってやる。それが仲間ってやつなんだろ。そんなの仲間じゃない。いだ、仲間。おう、どうした？見つかったのか？全然だ。やっぱそっちに合流。こっちはやべえ、来んな。どうした、もう終わりか？ならば最後の絶望をくれてやる。くそ、誰が。おい、聞いてんのか？おい、ニャミ、聞こえてないのか？おい、くしょ。絶望を抱いて死んでゆけ。よ、また。おやすだ。なんだこのバカモンは。魔法帝が言ってた。白夜の魔眼ってやつだ。こんなの相手でやれんのかよ。やらなきゃやられるだけだ。かかってくるな。何言ってるんだ。任せてください。どうすか、マグナ先輩。いける。まだ来る。どうだ、俺たちの勝ちだ。面白い。本気を出すとしよう。なんてデタラメな魔力。そこまでだ、ベッド。気持ちはわかるが、今の私たちの目的は彼らの殲滅ではないよ。そうだったな。では行こう、ベッド。待て！拾った命を無駄にしないことだ。クソったれ、バカにしやがって。ミモザじゃねえか。どうした？お前いつか、あのクソメガネは一緒じゃねえのか。そのメガネ、クラウスさんとユノさんが大変なんです。お願いです、助けてください。
ユノとクラウスはここにいるのか？はい。またお前たちか。カルナ！クラウスさん、ユノさん！二人とも目を覚ませ！俺はアスタに負けたくない。ユノ、お前それでも俺のライバルか！私はカルナではない。じゃあ誰なんだ？かつて貴族たちの暴殺。フレーゼといえばわかる。フレーゼ教授、カルナの父親の人格だというの？悪いな。時間稼ぎご苦労。準備は整った。間もなく来る月食の夜を楽しみにするがよい。待て、カルナ。アスタ、私としたことが。バカ野郎、簡単に操られやがって。また借りを作っちまったな。ユノ、奴らの会話覚えているだろう。そうだ、アスタ、早く王都に戻るんだ。どういうこと？あの女、白夜の魔眼と通じている。協力して王都を襲撃するつもりだ。つまり彼女は30年前に死んだ父親のフレーゼ卿に操られていると。フレーゼ家か。あの魔法帝、そのフレーゼ卿は貴族たちに殺されたって。フレーゼ家が途絶えたのは盗賊に襲われたからではないのですか？記録ではそうなっているね。フレーゼ家はもともとそれほど大きくない家柄だった。それを30年前の当主が一代にして大きくしたんだよ。それは知っています。フレーゼ卿は先見の力を使って戦に商売に大成功を収めたとか。うん、だけどその力はフレーゼ卿のものではなかったとしたら。え？フレーゼ家の繁栄は
彼が手に入れた魔道具の力によるものだ。そんなの他の貴族たちが許すはずありません。なんで？貴族の社会において名誉というものはとても重く考えられる。そしてどちらの家が上かどうか、これもまた名誉につながる非常に重要な事柄だ。魔道具の力で自分の家は追い落とされた。そんなことを知って我慢できる貴族はいない。じゃあやっぱり。うん。どういうことだ？カルナの親父を殺したのは親父の成功を妬んだ貴族たちだったってことだろう。それも盗賊の手にかかるという極めて不名誉な結果に見えるようにね。なんだよそれ。だが今の話は推測でしかない。記録がほとんど残っていないんだ。本当にこれが貴族の、しかも多数の手による企てならば、真相は隠蔽され闇の中だろう。ナオさん、じゃあカルナの親父は貴族たちに復讐しようとしてるのだろうね。間もなく始まる皆既月食の夜に。あの魔法帝、フレーゼ卿は白夜の魔眼と通じていました。日暮れとともに王都を襲撃すると。うん、分かってる。すでに各騎士団には対応するよう指示を出したよ。さすがっす。じゃあ俺たちも。ああ、待った待った。君たちは王騎会にとどまってくれ。え？外からの襲撃は本命じゃないんだよ。いよいよだ。我らの宿願、今ここに蹴散らせ。他の団に遅れを取るな。頑張れ。こっちが押してるわ。変だ。ああ、押してるんじゃねえ、引っ張られてんだ。町の外側にな。ってことはさあ、舞台は整った。あとはカルナ。また貴様か。奴らの誘いには乗らなかったようだな。いいだろう、最後に別れくらい言わせてやる。なんだこれは。コロナ地帯のマナを集めているのか。なんて魔力だ。さあ滅びるがいい。私を裏切った愚か者たちよ。させねえよ。術式が相殺された。私の首飾りがもう一つだぞ。ご無沙汰。ええええ、
こいつのマナあなたは。ああ、細けい説明後回しだ。見ろ。マナが落ち着いていく。ここまでか。残念ながら失敗だな。だが忘れるな。我々はクローバー王国を許さない。貴様らを滅ぼす。その時まで。バカだ。まだだ。まだ。私の復讐は。月は消えていない。あなたれ、カルナは何て言ってた。俺に殺してくれってできるか。できるわけないだろ。やらなきゃカルナの親父がみんなを殺す。カルナの体を使ってな。カルナはてめえの仲間だろ。そんなひでえことさせていいのか。させるわけにはいかねえな。言われなくてもみんなそのつもりだ。限界か、小僧ども。まだだ。諦めないのが俺の魔法だ。今ここで限界を超えるんだ。貴族たちよ、貴様らの愚かさを思い知るがよい。
貴様らの質問だ。貴様らの不良で私のような化け物を見る。これは貴様たちの招いたことなんだ。うるせえバカ野郎。そんなお前から王国を守るのが俺たち魔法騎士団だ。口を狩るのを巻き込みやがって。絶対に許さねえぞクソヤジ。まだ戦える。諦めないのが俺の魔法だ。まだだ。お前の負けだ。まだ戦える。任せろ。やったぜ。まだ戦える。行け、小僧ども。お前なら使えるだろう。同じ俺なんだからな。同じ俺？そうか。風創生魔法、風神の村雨。水創生魔法、海流の水割り。闇まとい無明斬り。そんなわけで、てめえらよくやってくれました。今回の働きが魔法帝の旦那に評価され、旦那直々に差し入れをいただきました。ってことで、肉食えおら！もう！いただきまーす！またお肉なの？芸がないわね。魔法帝のおごりだ！いい気分じゃねえか！いいお酒がたくさんあるじゃないの。いいなあ、アスタたちはあんなでっかいやつと戦えて。ねえ、ピーナルもゴーシュもそう思わない？いいや、俺は住民の避難の手伝いで満足だ。俺はマリーが無事ならそれでいい。うおー、肉が足りねえぞー。ふしゅヤミ、お前も食ってるか？つぅ、あれ、いねえ。おう。ああよかったじゃねえか、本物の団長が帰ってきて。こりゃ一体どういうことっすか？何が？この闇は団長が若返った姿じゃないんすか？ああ、こいつは若い時の俺の姿だな。じゃあどうして闇さんここにいるんすか？は？何言ってんのお前。俺がここにいたら悪いんですか？こら。そうじゃなくて、私たちは団長が魔法で若返ったと思ってたんだけど違うの？俺がそんな魔法食らう間抜けに見えるのか？こいつは14年前から来たんだよ。
まさかタイムトラベル？そんなことが可能なの？タイムトラベルってなんだ？ヤミもカルナも14年前の世界から飛んできたってことよ。え、じゃあこっちのヤミは団長が魔法で若返ったんじゃないのか？そういうことね。へえ、そうだったのか。って、じゃあ団長はあのダンジョンで俺たちと別れた後、どこで何してたんすか？まあその話は長くなるから、また後でな。こんなところにいたの？団長が呼んでるわよ。やあ魔法帝、それに側近のマルクスだ。しばらくだね、アスタ君。お揃いでどうしたんすか？そっちの俺を過去に返す。帰れんのか？帰れなかったら俺はここにいねえよ。これはカルナの親父が持ってた魔道具、時渡りの首飾りだ。これを使えばお前は14年前に帰れる。悪いけど記憶は封印させてもらうよ。闇の君のこれからの14年に影響してしまうからね。でもいつか本当に必要になった時、きっと君は思い出すだろう。そっか、仕方ねえな。お別れだ、アスタ。他の連中も世話になったな。また会えるっていいか。俺たちのことは忘れても。おう、これからどんだけ限界超えられるか勝負だ。では始めるよ。僕の時を操る魔法とマルクス君の記憶を操る魔法を組み合わせて君の記憶を封じる。助けられなかったのか。もっと強くなんねえとな。
俺の名は闇助弘だ。魔法騎士団黒の防御の団長をしている。団員はアホばっかりだが、まあそこそこ楽しくやっている。今年は新人を2人入れたが、なんとその片方は全く魔法が使えない。そのくせ魔法帝になるとか抜かしやがって。俺はなんだかそいつを気に入っちまった。この小僧を見てると昔を思い出す。あちこちでやんちゃしてたあの頃。いつか俺の隣によく似たやつがいたような気がする。顔も名前も思い出せないが、あいつは今どこで何をしてんだろうな。遅くなっちまったな。ユーリウスの旦那は話が長えんだよ。今夜はいい月じゃねえか。そういや、もうすぐ月食があるんだったな。100年に一度の皆既月食か。懐かしいな。おかしなこと言ってるな。なんで100年に一度が懐かしいんだ。お別れだ、アスタ。また会えるって。思い出した。小僧、また会ったな。ヤミさん。ああ、まだつかないんですか。うるせえな。てめえが空間魔法を使えれば歩かないで済むんだよ。無理ですよ、ここ初めてですもん。だったら黙ってろ。せめて飛んでいけばいいのに。すんません。
俺止めないっす。私もよ。何度も言わせないで。少しは申し訳なさそうにしてよ。てめえが俺たち全員乗せて飛ぶか。ヤミさんは自分で飛べるでしょ。にゃい、この俺に飛べってのか、飛ばされてのか、てめえ。いや俺別に変なこと言ってないでしょ。それにしてもこんな場所にもダンジョンがあるのね。ここがどこか知ってるのか。フレーゼ丘陵でしょ。この記憶が本物ならもうすぐカルナと14年前の俺があのダンジョンに現れる。俺はあそこに行ってどうするんだ。こんなことなら14年前にこの後どうしたか直接俺から聞いておけばよかった。バッカ野郎、使えねえな14年前の俺。ダンジョンっていう割にあまりマナを感じないわね。ダンジョンの中でもかなり古いもんだ。時間が経って枯れちまってるんだ。だが生きてるトラップ魔法なんかもある。ボケっとしてたらやられるぞ。闇団長はここ来たことあるんすか。昔ちょっとな。こいつ岩が動いてるぞ。ストーンゴーレムよ、侵入者を排除してるんだわ。行け。逃がさねえよ。はい、俺の勝ち。悪いな。ヤミ団長すげえっす。ちょいや、ナイスじゃねえか。ま、こんなもんか。さすが団長。もう休んでいいぜ。悪いな。ちょいや、もう休んでいいぜ。悪いな。すごい、逃がさねえよ。相手にならねえな。やりまとい。はい、俺の勝ち。相手にならねえな。じゃ、ちょっくら見てくるわ。うわ、また出た。げっ、ヤミさん。そいつらの相手、よろしくな。余計なものがくっついてきたか。やめてください、お父様。そこまで私を拒むのか。まあいい、もはや私とお前は一蓮托生。危ねえな。何者だ、なぜ私の後をつける。自意識過剰過去の野郎、ただの散歩だよ。そうか、次の人生では散歩のコースを変えることだ。多少痛えのは勘弁しろよ。言うではない、よほど腕に自信がある。ああ、手加減をしてやるよ。
後悔するなよ。逃がさねえよ。ちょいや。もう休んでいいぜ。いけない、このままじゃ。神よ、今身元に参ります。おい、何してんだ。どこのどなたかは存じませんが、止めないでください。そうですかってバカ。どこのどなたかは存じませんが、そんな風に死なれたら目覚めが悪いだろうが。私はこの時代の人間ではありません。昔ここで耐えたフレーゼ家のものです。この魔道具、時渡りの首飾りで、過去からこの時代にやってきました。この魔道具には死んだ父の残留思念が宿っていて、いつか完全に私は意識を奪われるでしょう。父は何か恐ろしいことを考えているようなのです。私はそれを止めるため、まだ意識のあるうちに死のうとしていました。お前はそれでいいのか。え、死にたいの？まずありません。だったら死ななくてもいいように努力しろ。でも私は父の意識に逆らえない。この首飾りを捨てることもできない。じゃあ俺が止めてやる。私を殺してくれますか？お前が親父に操られてとんでもないことをしそうになったらな。ってわけなんだが、またとんでもない話だね。14年前から来た君と30年前から来たカルナという女性か。確かにもうすぐ皆既月食が起きる。その日を睨んだ計画か。その彼女に罪はないのだろうが、ことがことだ。今のうちに始末できないのかい？親父のフレーゼ教に使われてるだけなのにか。うん、フレーゼ教か。かつて隆盛を誇ったフレーゼ家が滅びたのは、記録にあるような族の仕業ではなく、多くの貴族たちによる企みであった可能性がある。もしかしたら王家も。いや、これは忘れてくれ。何も証拠は残っていない。緊急です、魔法帝。王都に賊が侵入しました。多くの魔導士が賊の魔法で操られ、同集中を行っていると。カルナだ。それなら小僧や昔の俺が何とかする。それなら彼らに任せておこう。それより君にはするべきことがある。フレーゼ教の企みを防ぎ、最悪の事態を回避することだ。最悪の事態を回避か。厄介なことになっちまったな。どうしよう、私とんでもないこと。帰ったのか？あの、私見つけたぞ。最悪だ。この絵の魔導士さんよ、引いてもらえねえか。お前は黒の防御団長、邪魔立てする気か。したくはねえが、こっちも訳ありなんでな。
話はその女を捕らえた後で聞いてやる。怪我しても知らねえからな。聞かねえよ。はい、俺の子。敵の防御を奪うわ。逃がさねえよ。はい、俺の子。逃がさねえよ。はい、俺の勝ち。もう休んでいいぜ。敵の防御を奪う。もう休んでいいぜ。もう休んでいいぜ。悪いな。もう休んでいいぜ。もう休んでいいぜ。はい、俺の勝ち。光逃がさねえよ。はい、俺の勝ち。久しぶりだぞ。全力を出すのか。もう休んでいいぜ。来ないで、今よ。ナイスじゃねえか。私もやるわ。悪いな。はい、俺相手にならねえな。相手にならねえな。相手にならねえな。くっ、一旦引くぞ。ヤミスケヒロ、貴様のことは報告させてもらうからな。しばらく帰れねえな。ユリウスの旦那、うまく言い訳してくれよ。これはいい。しっかり娘を守ってくれ。また表に出てきたのか。おい、てめえ、何考えてる。復讐だよ。てめえを殺した貴族たちへか。ほう、少しは知っているのか。半分はそうだな。半分？もう半分は我が忠誠を裏切った王家への。私をフレーゼとしてのことか。おはこのこと。弱小貴族の私を取り立ててくれた王に、私は絶対の忠誠を誓っていた。だが、私のこの気持ちは、神明を落として国に尽くそうという気持ちは裏切られた。待て待て待て。国王がやらせたって言いたいのか。さてな。だがあの時のミネスの顔、知らなかったとは思えんな。今更じゃねえのか。どういう意味だ。恨めしいと思う気持ちは分かったが、あんたもう死んじまってるんだぞ。今さら復讐して何の意味がある。そう思っていたさ、あの時までは。な、あの時何の因果か、私はこの魔道具と同化した。動くこともできず、時が過ぎるに身を任せた。しかしあの日、娘が私を見つけたのだ。私が殺される直前、私は娘を未来に逃がした。その娘は長き時を経て私を見つけた。これを典型と言わず何とする。神が与えたのだ、復讐の機会を。俺があの夜屋敷に忍び込んだからか。なんてこった。少し喋りすぎたな。私は寝る。私またあの、どうしました。なんでもねえよ。
おい、こんなところに来てどうすんだよ。ここがどういう場所かわかるか。国中にあるゴーマ地帯の中でもとりわけ魔力が強い場所の一つだ。そうだ。王国はこういった場所のマナが暴走しないよう、それを封じる仕掛けを施し管理している。おい、まさか冗談だろ。暴走させようってのか。止まれ。ここから先許可なく立ち入ることはできない。だとよ。言われるまでもない。だがいいのか。何がだ。私一人でこの数を相手にするとなると手加減が難しいかもしれん。そこで死体の数を数えたいのか。ったくしょうがねえな。誰も殺すなよ、いいか。お前の頑張り次第。聞かねえよ。強がる。聞かねえ。逃がさねえ。もう休んでいいぜ。悪いな。はい、俺の勝ち。逃がさねえよ。相手にならねえな。もう休んでいいぜ。いい腕だ。逃がすし、ナイフじゃねえ。ま、こんなもんか。そう、見事な腕だ。はい、俺の勝ち。ちょいや、闇まとい、来るわ。聞かねえよ。もう休んでいいぜ。もう休んでいいぜ。逃がさねえよ。相手にならねえな。逃げ。はい、俺の勝ち。はい、俺の勝ち。やるではない。せいで失業したらてめえに養ってもらうからな。お前ほどの腕なら傭兵にでもなればよかろう。そうかよ。これだな、マナを封印する装置は。さて次だ。妙なことになってきやがった。そうだ、こいつらにここを守らせておくか。修繕されても困る。行くぞ。
妙だな。警備がいねえ。面倒がなくていい。罠かもとか考えないのか。そう思うならどうすればいいか考えるがいい。この体が罠にかかったらどうなる。分かったよ。俺が前を歩く。そこまでだ属兵。うん、あれは確か金色のとこの。これ以上好きにはさせんぞ。クラウスさん、あの方は黒の防御団長。なぜ賊と共にいる。というかその姿、元に戻ったのか。あいつらに事情を話してカルマを拘束するか。いや、こいつがおとなしく捕まるわけがない。下手に暴れられてもしたら、金色の連中に何かあったらバンジャンスがうるせえだろうな。おい、あの連中は貴様の知り合いか。同僚の部下だな。私が相手をしてもいいが、勢い余って殺してしまうかもしれない。お前が負けるとか考えないわけ。その時はカルナも生きてはおれない。いい性格してるぜ。せいぜい手加減してやれ。騎団団長といえど賊と手を結んだとあっては看過できん。おとなしく裁きを受けろ。さもなくば本気で攻撃する。クラウス先輩、ためらうな。ユノ、これも騎団の務めだ。しかし本気で来ていいぜ。スカシ君、安心しろよ。こっちは手加減してやっから。本気出させてみせます。火に油ですわ。逃がさねえよ。失礼しますね。おら、回復魔法を使いますわ。ここがいいですわ。久しぶりだぜ。全力を出そう。しこいや。効かねえよ。闇まとい。クロバ。引っかかりましたわ。逃がさねえよ。闇まとい。クロバ。久しぶりだぜ。全力を出すの。やるだ。やめ。逃がさねえよ。はい、俺の勝ち。くそ、強い。こちらの二人は使えそうだ。何を。クラウスさん、ユノさん。もう一人は攻撃能力に一段劣る。不要だな。おい、殺すんじゃねえ。それをしたらこの場でてめえを殺すぞ。できるのか。試してみるか。まあいいだろう。小娘一人どうにもなるな。珍しく本気の顔だった。悪かったな。もう行け。
あなたは本物の団長なのですか？なぜ族と一緒にいるのです？訳ありで詳しくは言えねえが、このことはユリウスの旦那も知ってる。魔法帝も？そうですか。でもクラウスさんとユノさんが。うちの小僧にアスタに知らせろ。あいつの力で魅了の効果は打ち消せる。はい。あと、悪いが俺のことはしばらく内緒にしてくれ。おいてめえ、これどういうこった？おいてめえ、これどういうこった？この二人には他の場所のマナ封印装置を破壊してもらった。俺の見てねえとこでやることやってたのかよ。貴様、魔法騎士団、なぜここにいる？魔法騎士団は敵。今ここで引導を渡してやる。魔法騎士団、殺す！チ、やる気満々かよ。聞かねえよ。敵の敵は味方という。目的がたまたま一致した。それでも王国民か。死人は王国民か。聞かねえよ。そいや、そんな聞かねえよ。そんな命の逃げ助ける。まだこれから。これは何の騒ぎかな、フレーゼ卿。私の連れとお主の友人のソリが合わんらしい。そうか、私の友が失礼した。それにしても、黒の防牛団長、君がフレーゼ卿の連れとは何とも面白いことになっている。てめえの髪型ほど面白くねえよ。フレーゼ卿、間もなく日暮れだ。我々は動く。うん、私もここの封印装置を破壊したらお主らを追う。どうしよう、頼んだよ。行こうか、ベッド、ファナ。さて、最後の仕込みだ。待て。ほう、カルナを殺す覚悟ができたのか。てめえを止めるならもう今しかねえ。私が何をしようとしているのかわかるのか。今夜連中が王都を攻撃する。てめえはその混乱の中王都に侵入し、皆既月食で姿を現す赤い月の魔力と暴走したゴーマ地帯の魔力を合わせて王都を破壊するつもりだ。見てきたように言うのだな。見てきたさ。時は来た。
また俺はまた助けられねえのか。どうした、やらんのか。どうして、こんな、どうして止めてくれないんですか。約束してくれたじゃないですか。なのにどうして。せっかくの機会を無駄にしたな。しままだ生きていたのか、黒の防御団長。この王国のありさまは何だ。フレーゼ卿の働きで我らの悲願は成就した。そのフレーゼ卿はどうした。用が済めば他の王国民と同じだよ。等しく我らに裁かれたさ。そうかよ。何笑ってやがる。だっておかしいじゃん。この景色を見たまえ。この全てが終わった景色を、私と君はようやく分かり合った。意味わかんねえよ。かつて君たちの仲間を奪われた我ら、今我らに仲間を奪われた君、今にも君と私は同じ気持ちを共有しているだろう。だからどうだったんだよ。今さらお友達になりましょうってか。いいや、今こそ最後の出張にふさわしい。だったら望み通りにしてやるよ。ちょいや、終わりの時に助ける。神罰の攻防。ちょいや、行かねえよ。クロバ、もう休んでいいぜ。やられたね。もう遅い。私を倒したところで君が守るべき王国はすでにない。時計の針は巻き戻らない。君も私と同じ苦しみを抱えていくといい。ああ、みんな、終わったよ。今、会いに、行く。満足そうな顔して行きやがって。だが、あいにくだったな。てめえは知らなかったみてえだが、時計の針は、巻き戻せるんだよ。させねえよ。
さあ、舞台は整った。あとは。ガルダ！また貴様か。奴らの誘いには乗らなかったようだな。いいだろう。最後に別れくらい言わせてやる。愚かだな、カルナ。時は来た。なんだこれは。ゴブマ地帯のマナを集めているのか。なんて魔力だ。さあ滅びるがいい。私を裏切った愚か者たちよ。させねえよ。術式が総裁された。私の首飾りがもう一つだと。よ、ご無沙汰。こいつのマナは。あなたは。ああ、細かい説明後回しだ。見ろ。マナが落ち着いていく。ここまでか。残念ながら失敗だな。だが忘れるな、我々はクローバー王国を許さない。貴様らを滅ぼせ、その時まで。の復讐は。まだ赤い月は消えていない。あなたれ、カルナは何て言ってた。俺に殺してくれって。できるか。できるわけないだろ。やらなきゃカルナの親父がみんなを殺す。カルナの体を使ってな。カルナはてめえの仲間だろ。そんなひでえことさせていいのか。させるわけにはいかねえな。言われなくてもみんなそのつもりだ。Thank you.
た術は私自らの手でお後を果たしてくれる。そんなこと絶対にさせねえ。カルナ、お前の願い聞いてやる。行け。聞かねえよ。聞かねえ、聞かねえ、聞かねえよ。行け。久しぶりだぜ、全力を出せ。逃がさねえぜ。逃がさねえ。ナイスじゃねえか。聞かねえよ。今よ。闇まとい。もう休んでいいぜ。限界か、小僧ども。まだだ。諦めないのが俺の魔法だ。今ここで限界を超えるんだ。闇まとい。貴族たち、貴様らの愚かさを思い知るだろう。貴様らの宿命、貴様らの臆病、私のような化け物を見ろ。これは貴様たちの招いた時なんだ。うるせえバカ野郎。そんなお前から王国を守るのが俺たち魔法騎士団だ。彼らを巻き込みやがって。絶対に許さねえぞクソヤジ。久しぶりだぞ、全力を出せ。行かねえよ。行かねえよ。逃がさねえよ。久しぶりだぞ、全力を出すか。行け、小僧ども。お前なら使えるだろう。同じ俺なんだからな。同じ俺。そうか。風創生魔法、空神の村雨。水創生魔法、海流の水まり。闇まとい無明義。
よ。私、どうして？こいつでちょっとな。で、悪いんだが、お前の首飾り渡してもらえるか？そうですね。こんなものない方がいい。いや、それは必要なんだよ。え？お前と一緒にこっちに来た俺が14年前に帰れなくなっちまう。え？嘘！あなた、闇なの？代わりにこっちを持っていけ。もう魔力が尽きて、ただの首飾りだな。元の時代に帰りてんじゃねえのか？いいのよ。帰っても何もないもの。そっか。じゃあ、私、行くね。ああ。あ。なんだ？その、いろいろありがとう。行かねえのか？ねえ、ヤミ。私と一緒に来てくれない？やだ。どうしてよ？いや、年下はちょっと。いないの？あ？なんだよ、いきなり。その、私とかどう？いや、年上はちょっと。年上でも年下でもダメとか、どうすればいいのよ、バカヤミ。ありがとう。カルナが生きていることをガキの俺に伝えることはできない。それはカルナを助けるために必要なことだったからだ。あいつを死なせたと思って建てた墓にあの首飾りを埋めたことも、その後もっと強くなるために修行の旅に戻ったことも、バカばっかりだが新しい仲間を見つけたことも、14年前に味わった苦い思いが今日という日につながっている。だから、闇団長！ん？元気でやれよ。Yeah.
Please.